にあった障害者の就労支援施設で、実際には利用者が通っていない日にも訓練を行ったと偽って市に給付金を申請し、およそ250万円を騙し取ったとして施設の元職員2人が詐欺の疑いで逮捕されました。およそ2年間に合わせて8000万円を不正に請求していた疑いがあるということで、警察が詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのは、いずれも神戸市にあった障害者の就労支援施設テレサの元職員、星名勝久容疑者と高瀬聡容疑者です。警察によりますと、2人は今年7月頃までのおよそ半年間、実際には利用者が通っていない日にも訓練を行ったと偽って神戸市に給付金を申請し、およそ250万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。市が今月警察に被害届を提出していたもので、市によりますと施設はすでに閉鎖したということです。警察は2人が同じような手口で今年7月までのおよそ2年間に合わせて8000万円を不正に請求していた疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。2人の認否については明らかにしていません。